ロマノス3世アルギュロスは、東ローマ帝国マケドニア王朝の皇帝。選定コンスタンティノス8世には、男子がおらず、3人の娘しかいなかったが、協力的で怠惰なコンスタンティノスは死ぬ間際まで、後継者のことを考えておらず、すでに40歳を超えた娘たちに婿を迎えることも、していなかった。1028年、コンスタンティノス8世は、死の床について、ようやく、 名門文化貴族の言動委員議員、首都長官であったロマノスを、次女のゾエと結婚させ、後継者に指名した。ロマノスはすでに60歳を過ぎており、妻もいたが、コンスタンティノスは、ロマノスの妻を騙して離婚させ、ゾエと結婚させたのである。コンスタンティノス8世は、ゾエとロマノスの結婚式の3日後に死去し、ロマノスが皇帝に即位した。ロマノスは、 政治面においては、修道院を多数建設して莫大な費用を費やし、財政を破綻寸前に追い込んだほか、バシレオス2世の大土地所有抑制政策を破棄してしまった。これにより帝国は後に大土地所有貴族による内紛状態へと陥ってしまう。さらに、財政難を補うために地方に対して重税をかけたが、それを役人が横領するなど、支配階層の腐敗。 堕落が進んだ。軍事面においては、自らをトライアヌス・ハドリアヌスになぞらえて東方へ遠征を行ったが、もともと軍艦であるロマノスに軍事的才能などあるはずもなく、シリアでイスラーム勢力に対して大敗を喫して逃げ帰るという集体をさらした。さらに失勢に次ぐ失勢を重ね、皇后の添えとも不仲になった。これにより、すでに衰退し始めていた帝国はますます。 衰えていった。ロマノス三世紀の唯一の功績らしい功績は、ファーティマ朝と急戦し、破壊されたエルサレムの聖墳墓教会を再建し、エルサレム総主教の任命権を得たことくらいである。1034年、入浴中に不慮の死を遂げた。一説には、皇后、ゾエによる暗殺とも言われているが、真偽は定かではない。ありがとうございます。